ヨセフはなんと収穫の5分の1という税率まで提案したんですね。皆さんこんにちは、松本明弘です。ヨセフ物語に見る家族の回復、前回はファラオの夢を解き明かすヨセフというテーマでお話をいたしました。神様がヨセフに啓示を与えてくださったおかげで、ヨセフはファラオの夢を解き明かしてあげます。実はこのファラオの夢の中に、神様はこれからの14年間エジプトで起こる出来事について知らせてくださっていたんですね。それはどういう内容かというと、これから7年間エジプトに大豊作が訪れるという嬉しい知らせ、しかしその後に7年間大飢饉が訪れるという恐ろしい知らせ、しかもこの大飢饉は7年間の大豊作があったということを忘れさせてしまうほどに恐ろしい飢饉であるということですね。もし皆さんにそのことが知らされたならばどうするでしょうか。そうですか、これから7年間大豊作、おお、それは素晴らしい、その後7年間大飢饉、それは困ったですね、と言っていてはいけないんですね。ヨセフのすごいことはですね、即座に対策を考えたんです。なぜならば、その大飢饉は大豊作があったことを忘れさせてしまうほど恐ろしい飢饉なんです。ですから、この7年間の大豊作の間に何か対策をしておかなければ後で大変なことになってしまうということを彼は即座に理解した。そしてそれだけではなく、その大切な仕事の中で自分が負うべき使命は何かということまで彼は悟ったんですね。どうしてそんなすごいことを彼は即座にすることができたんでしょうか。それは2年間のあの牢獄生活の中で、彼は自分の夢よりも願いよりも神の御心の実現を求めるようになったからです。そして今、神の計画を知ったんですね。神はこのような計画を立てておられるんだということをヨセフは聞いた時に即座に思いました。これはエジプトだけの問題では終わらないということですね。エジプトっていうのは昔からパンのバスケットと呼ばれている国です。たとえ雨が降らなくても、ナイル川が肥沃な土地をもたらすことによって常に豊かな実りを与えていた国だから、近隣諸国において飢饉があったとしてもエジプトに行けばなんとかなると言われていた国。思い出してください、創世記12章でアブラハムがカナンの地にやってきた時に飢饉が起きた、その時にエジプトに逃げたではありませんか。そのエジプトに大飢饉が起きるということは、これはエジプト一国の問題ではないんですね。当然近隣諸国も大変な被害を受けるだろう。そして私の故郷であるカナンの地、私の大切なお父さんの家族がみんな住んでいるあのカナンの地にも大変な影響があるということをヨセフは即座に見て取ったのであります。ですから今、自分がエジプトを救うということは、エジプトのみならず近隣諸国、そしてカナンの地を救うことにもなる、または自分の家族を救うことにもなるというふうに彼は考えたんですね。その時に、おそらくエジプトに近隣諸国から食料を買いに来るだろう。カナンの地からは兄たちが食料を買いに来るだろう。その時に私は彼らに食料を売る立場になるということまでヨセフがここで考えたかどうかわかりません。その時にヨセフがあの時見た夢、つまり17歳の時に見た夢、兄たちが自分に対してひれ伏すというその夢が実現するということまでヨセフがこの時考えたかどうかは分かりませんが、少なくともヨセフは自分に与えられた非常に重要な役割に目が開かれたことと思います。そこで間髪入れずにエジプトの王ファラオに対して進言するんですね。33節ですから、今ファラオは悟くて知恵のある人を見つけ、そのものをエジプトの地の上に置かれますように。悟くて知恵のある人とは誰でしょうか。今回のファラオの夢をエジプト中の受講者たちは誰一人解き明かすことができなかった。
それを解き明かすことができた唯一の人物、それはヨセフであったわけですね。彼以上に悟くて知恵のある人物はいないのであります。34節、ファラオは国中に監督官を任命するよう行動を起こされますように、豊作の7年間にエジプトの地の収穫の5分の1を徴収なさるためです。せっかく神様がここまで教えてくださったのですから、この啓示を無駄にしてはいけません。大豊作の時に正しい対策をしておかなければ、大飢饉の時に大変なことになってしまいます。ということの中でヨセフはなんと収穫の5分の1という税率まで提案したんですね。 20% です。それは当時の世界において決して高い税率ではなかったんですが、しかし大豊作だからそれだけ貯めておけば十分ですということまで彼は計算をしたんですね。これ以降エジプトは長い間この 20% という税率を採用するようになった。それはヨセフの知恵から出た、国としても民衆としても文句のない税率であったわけです。35節、彼らにこれからの豊作の年のあらゆる食料をすべて集めさせ、ファラオの権威のもとに町々に穀物を蓄えさせるのです。町々に蓄えさせる、一旦中央にそれを輸送してきて中央で備蓄するというのではなく、取れたところで町々でそれを蓄えさせるという方針を立てたんですね。それはなぜでしょうか。続きを読みます。彼らは保管し、その食料はエジプトの地に起こる7年の飢饉のために国の蓄えとなります。そうすればこの地は飢饉で滅びることがないでしょう。つまりもし町々で取れた穀物を一旦中央に持ってきて、そして今度大飢饉が起きた時にまたそれを町々に戻さなければならないとすれば、無駄な輸送コストがかかるんですね。ですから現地に置いて蓄えておいて、そして現地でそれを使うようにすれば無駄なコストがかからないということまでヨセフは考えた。町々で保管したものがその町々を救う穀物となるのだということを彼は考えた。なんとすごいことでしょうか。この夢を聞いて解き明かして一瞬のうちに彼はこの政策を立案して、それを王に対して進言することができたんですね。このヨセフの姿を見るときに私たちは考えさせられます。では聖書予言を知っている私たちは、今自分がヨセフのように何をすべきかということを正しく知っているのだろうか。それを認識しているのだろうか。ヨセフが管理したのはエジプトの穀物、エジプトの食料であります。しかし私たちに管理が委ねられているのは命のパンですね。この地上の命を助けるためのパンではない、人々に永遠の命をもたらすその命のパンが私たちに委ねられている。私たちはそれをどう管理し、どう正しく分配し分け与えていくことができるのかということについて考えるべきであり、そしてそれを実行すべきではないでしょうか。さあ果たしてエジプトの王ファラオはこのヘブル人の奴隷、しかも獄中にいたこの男の政策を採用するのでしょうか。そのことについて次回ご一緒に考えたいと思います。ありがとうございました。